今日ドラクラベースで行われたチーム練習。チャンピオンシップに向けて選手たちは笑顔を見せながら充実した表情で練習に取り組みました。最初の円陣でカイルヘッドコーチは、今年は3つのチームで乗り切れたと感謝。今は寺島が不在のディフェンス重視のチームだが、 NBA でも守備が強いミネソタが飛躍しているように自信を持ってプレーしようと檄を飛ばしました。The goal is always to win every game and to hopefully win the championship. It's very difficult. Only one team does it. So last year we had some experience. So hopefully we can use our experience from last year, use it this year, and hopefully continue to advance. まずはゾーンディフェンスに対するオフェンスを確認しながらプレー。朝山もスリーポイントを次々と決めて元気な姿を見せていました。一番多い。必要なところっていうのはやっぱりメンタルの部分だと思うんですね。自分たちはしっかり強い気持ちを持って、しっかり勝ち切るんだっていうその気持ちを持ってですね、どんなことがあっても、しっかりと自分たちが戦っていく。この日は3連戦に向けて広島出身の大浦を中心にゾーンディフェンスを敷いてくる相手への細かな戦術の確認を行っていました。こう巻き切ってしまったら終わりなので、一つ一つしっかり勝って、和さんとしっかり長い時間バスケットができるように頑張りたいなと思います。